最悪だ。ツイッター凍結してもだ。初めてや俺こんなんしたん。やばいわ、誰とも連絡取れへんわ。今可愛い子と DM やり取りしてたのに最悪や。どないなってんの俺のツイッター今開かれへんわ。なんでやねん、誰とも連絡取れへんわ。はあ、最悪や。これ俺なんでか分かったんだけど、フォロバしまくってたんだよね、暇だったから。フォロバしまくってたよ。そしたら You are bot っつってなんかね来たよ、なんかツイッター社から You are bot。 これどうなってんのこれ、どうしたらいいのこれ。 You are bot。 どうしたらいいのこれ、マジで超不安になってきた。一人でホテルにいて誰とも連絡取れへんわと思って、ツイッター開かれへんわ、 LINE もさ知ってる人もう10人ぐらいしかいないのに、すげえ寂しくなって思わず配信しちゃったよね。怖くなったわ、なんかやばいんだけど。これ一時的なもんなのこれ、最悪なんだけど。これずっとなの？いや通報じゃないと思う。もうあのフォロワーしまくってたのよ。1700人いて200人ぐらいしかフォロー返してねえわと思って、一個一個ちまちまやってたら You're a bot ってなって、なんか開かれなくなったんだよね。いつか解ける？ツイッター凍結、マジこのシステムやめてくんない？いきなりフォローが1500来て返してったらなんで凍結なんのこれ、意味わかんないんだけど。全部英語で出てくるし、なんかもう意味わからんわ。一瞬見れた？見れなかった？開かれへんわこれ。すごい寂しくなっちゃった俺も。何このシステム、見れないんだけど。くまちゃんに言うと、AI に引っかかった、全く見れないでしょ、もう最悪なんだよ。だからみんなに言っとくけど、マジで俺 Twitter 開かれへんからね、 DM も返されへんし、今ね送ってる人とか、かわいこちゃんさっきいたんだけど何人か、誠司さん ありがとうございましたとか、フォローありがとうございましたとか、いちいち丁寧にさ DM してくれた女の子がいるんだけど、何人かさ、返すこともできないよ、話の続きもできないよ。この後空いてますかとかさ、エッチしたいですとかさ、言ってきたかもしれないじゃん、女の子が、その女の子が、誠司さん私でよかったら抱いてくださいとかさ、その返信もできないから、今ここで言わせてもらえよ、やらせてくれる子のでお願いします。最悪だよ。結構いるの。一時的って書いてある。ツイッター見れる？いや見れないんだ。どんぐらいなのこれ。どんぐらい待てばいいの？もう俺ほんとさ、ネット全然離れててさ、ネット依存だからさ、怖くなっちゃってもう配信できないの、ツイッターが見れないのも怖くなっちゃってさ、ネット依存だ俺。依存しちゃってるわ。見れる？見れた？治った？じゃあ。いや見れない。ほら。You are bot？ これだけだよ。あ、Are you a robot？ Are you a robot？ これなんだけど。Are you a robot？ 見れないわ。オプション押せよ。押してさっきやったんだよ、ヘルプとか言って。でなんか
ログインするためになんとかなんとかで、なんか電話番号入れて、なんか認証コードが来て入れたけどダメなんだよね。あ、You are what? うん。フォロバーしなきゃよかったわ、大量に。何これ。最悪、意味わからん、マジで。うん。あ、このアカウント一時的に規制されてるって書いてる？お、マジかよ。パスワードも変えたのに、これで。もう最悪だ。俺ロボットじゃないっすよ、ツイッターさん、これ。俺。どこがロボットなの？どうせ消すからいいだろ。消さないから。大量にフォローするとそうなる。マジかよ、言ってよ。じゃあ警告してよ、その、バンにする前にさ。これいきなりやめてよ、使えなくなるの。意味わからん、マジで。どうしたらいいの、これ。ムカついてきた、マジで。見れたの？見れたの？見れたってことは俺は復活したってこと？復活してる？復活？してない。復活してない。見れるんだ、そっちは。Are you a what?ダメよこれ。どうしたらいいの？スマホ電源落とす意味ないでしょ、そんなの。意味あんの？意味ある？スマホ電源意味あるか？意味ないだろ、それ絶対。なんだフランス来たこれって。意味あんの？ほんとかよ。じゃあ電源切るよ。再起動意味あんの？マジで？嘘でしょ？ん？プロフィール表示でこっち側は見れるようになってる。意味あるの？ほんとかよ。うん。普通に見れる人もいるってこと。いや、そっちが見れてもしょうがないんだわ。俺、こっちが見れないんだわ。意味ないの？外線も雨関係ないよ、もう。買わないよ。何時からやんの？新聞なんか捨てちゃったし、そんな、買えないよ。今から。13時5分から？まだまだよ。15棟建て？ 10 万いっちゃう？行かないでしょ。何が来るか分かんない、外国の馬なんか。こんなの俺も知ってる馬ばっかりだな。なんだこれ、ディープボンドも出んのこれ。日本の馬じゃんこれ。クロノジェネシス。いや、何が来るか分かんない。騎手も分からないやつばっかりやんこれ。スミヨンとかデムーロとかビュイックとかムーアとか。もう雨なのこれ。雨だと何どうなんの？じゃあ差しが効かないってこと？一体一体競馬のするってことこれ。逃げ馬が得意ってことこれ。だから競馬場のそのあれも分かんないしね。そのストレートが直線が長いとか坂があるとかさ、全然データが分かんない。外国の凱旋門賞、フランスの競馬場の癖とか全然分かんないじゃない。買いたいなって思う？こんなのもう運ゲーじゃない。うん、凍結されましたよ。マジで。マジでやばい。すごい不安になっちゃった。ほら、ダメだと。あの、電源入れ直したけど。あ、You're a bot? 見れないんだよ。あのね、大量にフォロバーしたんだよ。100人ぐらい。一個一個やってったんだよ。そしたら、このロックかかっちゃって。これ、なんなんだよ、マジで。最悪。こんなの初めて。うん、スパム扱いになるんだ、フォロバーしまくると。知らなかった、上限が分かんなかった。何これ。だから今 DM できないです、誰も。
すぐ解除される？どんぐらいで？うん。あ、オープンチャット作ってみたいけどやり方が分かんないんでね。パソコンないとできないんじゃないの？スマホだけだと。うん、全部見てるよ、大丈夫だよ。うん、仙台市で10万かける。来ないです、仙台市。上限があるんだってよ。皆さん知らないでしょ、リスナーさんは。こういうことがあるんだよ。ひどいよ、マジで。調べたらロックかかったんじゃなくて、不具合だってさ、真っ白な画面でその文字出るやつ。マジで？不具合なのこれ。一日で解除してくれんのこれ。フォローしたよ。見れる？見れない。一日で解除してくれんのこれ。何人かにしなきゃいけないんだ。これさ、なんか自動でやってくれないの？ツールなんかないのこれ。無理なんだけど。1700人。うん、最悪だマジで。ツイッターで消さなきゃよかった。めんどくさすぎるわ。1700回も押せねえよ。誰かバイトで雇おうかな。ツイッターのフォロー場返し。一日、ちょっとめんどくさいけど、ちょっとずつしかできないんだけど、つって。リモートで、俺のツイッターのパスワード教えるから。家でやってくれる人いない？誰か。3000あげるから、一日。パスワード教えるからリモートで自分家でちょっとやってくんない？めんどくさいわこれ、いちいち。やる？ 3000 でいい？ 1 日何個まで転ばしていいのこれ。めんどくせえわこれ。全部やろうと思ったのに。全部やってくれる？絶対にパスワードは流出させないで、他に。本当に信用できるリスナーさんしかで、ちょっとできない仕事なんだけど。だから、一回エッチさせてくれる。信用できるかできないか、そこでちょっと見極めるから。うん。エッチを。女の子限定で。エッチ無理。うん。男はちょっと。うん。エッチしても裏切る人いる？いや、裏切んでしょ。一回エッチしたら女の子は離さないよ。絶対に。だって、チンコに真珠入ってる男とエッチしたら、絶対離さなくなっちゃうって言ったら女はね。それと一緒で。真珠入れちゃうかな？俺暇だから。俺暇だとチンゲ剃るんですけど、いつも俺暇になると、一人でこうやってさ、ホテル暮らしすると。真珠入れちゃうからね。入れちゃっていい？真珠。相当やばいらしいな、あれ。女の子からさ、真珠入れちゃったら。もう離さないって一回エッチしたら、真珠入ったチンチンって。うん、入れちゃうから、真珠。暇だから。うん。ブラックパール入れちゃうかな。マジで。虜にさせちゃうよ、マジで。20個くらい入れちゃうかな、もう。カッターで切って、虜にしちゃうマジで。誠司君とエッチしたらもう無理、他の人とできない、誠司君抱いて入れちゃうかなもう俺。いい、信じ入れちゃうもん。うん、痛かった？信じ、気持ちよくないの？包茎治るね、いいね、うん、全然良くないの？経験あるけど。あ、そう、真珠のチンチン経験者いるの？この中にそれいるか。ダメなんだ、ゴリゴリする。いや、ツイッター凍結しちゃったのよ。フォロワーの作業してたのよ、配信外で。まあ仕事なんだけど、それもね、配信者からしたら立派な仕事なんだけど、仕事中だったんだけど、それが良くなかったみたいで、いきなりね、全部何件も何件もフォローを返してったら、こいつ業者かってなって、ツイッターがね、凍結させるんだよね、そのアカウントを。うん。
全然見れなくなっちゃって、ツイッターすらやべえなと思って、何が起きてんだと思って、でもう いろんな人と連絡が取れなくなっちゃって、ツイッターで DM もしてたんだけどさ、女の子とさ、もう寂しくなっちゃって、なんかツイッターに代わるさ SNS ないのかね、使いやすいやつ。みんなツイッターでしょ、こういうのないできないの、もっと簡単なさ感じでさ、一括でボタン一括でさ、フォロワー返せるようなアプリないの、そういうの SNS バカだよな、ツイッターって。なんかそう一括一斉送信みたいなできないの、これ今時どうすんの、全部のフォローを返したい人がいるのに、ユーザーの気持ち全然分かってないよな、ツイッターって。なんでロックかけんのか、バカなのかな。インスタやってるんだって、インスタはさフォロワーしてもさ鍵かけたままの人ばっかりになっちゃうよね、だってリアルのことばっかしか書いてないでしょ、うん、絶対 俺がさあのフォロー返しても絶対認証しないでしょ、見られたくないでしょ俺なんかに、リアルのことばっかりでしょインスタって、うん、引退するかも、そうする、もうやるなっつってんのかなと思った配信、これツイッター凍結とかなめてんのかなって。あ、ナイス押した、あーかわいい子ちゃんありがとう、あー見たことあるこの子、配信者だあ、LINE のオープンチャットいいの、マジでやってみようかな、ちょっとやり方わかんないんだけど、簡単だな、うん、風俗嬢なんだけど、信之のために働くから家に住んでよ、絶対嘘じゃん、絶対嘘、そんな女の子いるの、でも風俗嬢だからっつってさ、家に転がり込んでいいよっつってさ、あ、じゃあ俺もう配信もしなくていいわ、ね、俺紐じゃんっつって働からずにさ、ずっと家でゴロゴロするわけじゃん、でどんどん月日が経つにつれてその風俗嬢もババアになってくるわけじゃん、で風俗でも稼げなくなったら共倒れするね、やばいね、楽そうだけど最初は、うん、やばいわ、いつまでもだってさ、え、ツイッター運営メッセージ謝りのね送るのってこと、送った方がいいのツイッター運営に、うん、爆発すぎはダメって聞いたことある、マジかよ、そうなの、一時的に制限大丈夫、本当に、すごいショックだ、キンバイさんいなくなったか、いや、あのキンバイさんがね、俺気づいたのは復活した後なんだよね、いなくなったの知ったので、凍結したとか、だってツイッターも爆破してんだよ、知らないもん情報、チャンス、いや、キンバイさんが凍結して入院して配信しなくなった、復活するなら今じゃねって、バカかよ、知らなかった、浦島太郎なんだ俺、うん、何回ポチポチしたろうね、100は超えてたんじゃない、100がダメなんだね、だから1日、うん、あなた需要ないよ、そうだよな、出戻りの野郎にな、何回も裏切りやがって、うん、音楽つけるか、じゃあケーキ漬け、あー徳明さんドンチキ、カタン、あ、かわいこちゃんありがとう。